はい、みなさん、こんにちは。えー、今回は富士フィルムに特化して、えー、使う方とか、使い方とか。によって、どんなカメラがいいのかっていう、おすすめのカメラを紹介したいと思います。はい、富、え、士、ー、フ,フィルムは結構ですね。いろんなバリエーションのカメラ、たくさん揃えてるんですね。で、えー、まあ、富士フィルムをそもそも選ぶかどうかっていう部分も、入り口であるんですけれども。まあ、富士フィルムの。 カメラに興味を持たれ例えのこの前もですね有楽町のビッグカメラでちょっとプラッと見ていたらフジフィルムのコーナーで30代前半ぐらいのご夫婦が店員さんにどれがいいのっていうことをねいろいろ教えてもらってたりなんかしてたんですけども、えー、まあ本当に使い方とか予算とかあいろんな部分でえ まあ豊富にある中でまあ迷ったりする逆にね豊富なだけに迷っちゃうっていうこともあるかもしれませんまあ簡単に今日はご紹介をしたいと思いますでまず最初にもうゴリゴリにその写真を撮るよっていうね方にはもうこの XT4 しかーないなと思いますねあの XT4 であればうんともう大概なでも大概というかまあ基本的に何でも撮れますね風景も撮れるしまあスナップショットでも全然オーケーですし。 ポートレートも撮れますし動きのものね鳥とか鉄道とかモータースポーツとか運動会もバッチリですし何でも撮れます。 えー、特にですね連射性能が秒間15コマまで取れますんで、えー、本当に動き物にも強いいなと思いま,すまあ AF 性能もそこそこもう悪くないですしね XT4 になってから随分良くなったんじゃないかなっていう日はあのフジフィルムの AF も。 気がしまますけど、まあよくなったというか、まあうーん、ちょっと辛口ですけども他社製のカメラにようやく追いついたというか他社並みになったのかなという感じですけどもおまあ,あの遜色ない AF 性能を持ってますし十分ーこれでですねいろんなものを撮るっていうことができると思います。 ちょっと自分の XT4 を出してきましたけども連写性能もいいですし、まあ、ファインダーも、ね、とっても見やすいです大きくて、えー、とってもね、えー、見やすいファインダー搭載してますそれとやっぱり XT4 の大きな特徴はボディナイ手ブレ補正が入っているてこところですよね、えー、やっぱり単焦点あのフジフィルムの単焦点は基本的に全部手ブレ補正入ってませんので ああいう単焦点でもぶどまり高く写真が撮れるっていうのは安心感がありますよねあと XT4 はですねバリアングルになってますね背面液晶はこのようにまあ、買った時はねちょっとやっぱりチルトの方がいいなと思って以前使っていた X-H1 とか XT2 とかあれが中東でとっても便利だったんですけどスチル写真撮る分にはチルトの方が絶対僕はやっぱりいいと思うんですけどまあ最近ね、えー、こう数ヶ月使ってきて バリアングルもまあ使い勝手はちょっとチルをね撮る場合には落ちるんですけどまあ慣れればそんなななににに決定的に悪くいいかなとううふうに思ってますもちろんあの動画撮る時とかどちらかというとというか決定的に動画撮るんであればチルとよりは背面液晶がバリアングルの方が絶対有利ですし動画も撮りたいよっていう方であればこのバリアングルの方が絶対有利ですね。 まあ、XT4 はですね、えー、今お話したようにもうバリバリ写真撮るという方には絶対的におすすめですしバリアングルを搭載してシームレスに動画も撮れるということですからもうオールマイティにガリガリカメラを使いたいという方であれば XT4 も一押しになります、はい、ただですね、えー、若干お高いですね。えー、値段が えー、ボディだけで20万ちょっとぐらいするんですかね、えー、レ,ンズレンズキットになればどうだろう25万ぐらいするんですかね今ねはっきり見てませんけども。ということで、えー、フルサイズ機が買えるぐらいのと同じぐらいの値段になります、えー、例えばソニーの α 7ーでもですねあんまり変わらない値段になっちゃいますんで、えー、まあその辺はどうなのかなっていう気がします。 えっとまあ予算的な部分で XT4 ほどは、まあ、ちょっといらないなっていう方であれば XT30 っていう選択肢はありますので、まあ、こちらもね、えー、っと基本的に XT シリーズの同じデザインで軍艦部もダイヤル式になってますし XT4 よりは使い勝手が少し、まあ、ハードルが下がってるというか使いやすさの面では使いやすいカメラになってますし。 まあ、ボディ自体も若干小さくなって、えー、軽量になってますから、えー、いわゆるミドルクラスとしてて十分なあ性能を持ってます、まあ、あちなみにですけども富士フィルムのカメラは、えー、基本的に XTRANSCMOS っていう同じセンサーを積んで、えー、プロセッサーもですね、えー、同じプロセッサーを積んでますまあそれぞれのカメラによって、えーまあ、出たタイミングとかにもよるでしょうけど、まあ、チューニングがちょっと違うとは思いますので。 えー、本当に同じ性能かっていうとまあ微妙には違うんでしょうけども基本的に同じものを全部積んでますから出てくる絵は基本的に同じです、はいえー、そういう意味では XT4 ではなくても XT30 でも十分、うん、普段使うには例えばお,お子さんの、えー、運動会を撮るとかあ例えば鳥を撮ったり鉄道を撮ったりということも十分できますから、えーまあ、ちょっと連写性能はね、えー、枚数としてはかなり落ち,落ちてはしまいますけれども。 必要十分な性能を持っていいると思いますで値段は半分ぐらいになるんですかね10万切るのかなボディーだけだったら今もうレンズキットで買ったって1 2 3万ぐらいでおそらく買えると思います。ということですから、まあ、XT30 っていう選択肢もいいのかなと。でもう一つこの前出た XS10 っていうカメラもありますよね。こちらは、えー、と新しく出た分 まあセンサーとかプロセッサーは全く同じなんですけど新しくて多分ボディ内の手ぶれ補正がついているというのが大きな違いですよねあとやっぱりバリアングルになっているということで X-ST に関しては写真も撮るけど動画も撮りたいという方にはうってつきのカメラなんじゃないかなと思います XT-30 はチルトなので例えば自撮りとかちょっと厳しいのかなと思います えそういった方は XS10 をおすすめしたいなと思いますしえ例えばほかにですねえ他社製のカメラを持っていてもう一台買いたいとまあそれをフジフィルムのカメラにしたいなっていう方なんかにはえ操作系が他社系のカメラとほぼほぼ一緒ですから XS10 の方がむしろおすすめできるのかもしれません同じような操作ということで。ただえーっと XT シリーズのねこのかっこいい軍艦部というかこのデザイン 基本的に XT4 でも XT30 でもこのデザインに惚れ込んだっていう方は XT30 の本になるでしょうね。えーあのまあ、動画撮りたいんだったら XS10 ですけどもうデザイン優先っていうことであれば、えー、XT30 どちらかっていうことになるのかと思います。カメラを選ぶののでで性能ととととかか使い勝手っっってとっても重要だと思うんですけどやっぱりねあの 自分がかっこいいと思えるかどうかっていうのもねあの選ぶ大事な要素だと思いますんで、えー、僕もこの XT のこのシリーズこのデザインは惚れ込んでますので当分そらくでも XT4 を使いますしもし買い替えるとしても XT をまたあの次のね XT を買うのかもしれません。はいまあ、そんなことでミドルクラスはこの2台ということで XT30 か XS10 と。 使い勝手とデザインでえばれるといいいいと思いますでいわゆる初心者って言ったらあれですけどそこまでもいらないんだけどやっぱりスマホじゃ物足らないから一眼カメラが欲しいよねっていう方に関してはさっき言った XT200 とかもしくはファインダーなくなりますけども XA7 とか5とかこの辺のカメラが持ってこいなんじゃないかなと思います。 でちなみにですけど XT200 とか XA75 は、えー、エクストラ s s c m センサーっていうのとはまた違う、まあ、いわゆる一般的なレイヤー式のセンサーを積んでるということなので、えー、他のフジフィルムのカメラとはセンサーとエンジンは違うよということにはなります。ただ、えー、だからといって全然なんか画質が悪くなるっていうことでは全くありませんのでその辺は問題ないと思います。 ただですね、僕の経験上ですけど家内が XA7 を使ってまして以前ですね湘南の海岸に行った時にものすごくう日が綺麗で僕は XT4 を持っていて家内が XA7 でそれぞれ撮ったんですけどえっとねなんだろう夕焼けの会長が XA7 で撮ったのはものすごくなんていうか。 不自然な感じがしていました、ねまああれはねたまたまなのか XA7 がそうなのかちょっとわからないまあでも後者なんだろうと思います、えー、まあ1回だけそういういことがありましたそれ以外は他の写真でなんか XA7 だからこうだなっていうなんか悪いなっていうことはありませんでしたから、まあ、そんなに大きな差はないんだろうというふうに思ってます。はいまあ、X-A7 に関しては ファインダーはないんですけれどもいわゆるスマホと同じような感覚でですね背面液晶でタッチパネルでいろんな操作ができたりとか設定ができたりとか直感的に画面で操作できますからそういう意味がしてもスマホから一眼カメラに乗り換えるという意味では敷居の低い扱いやすいカメラなんじゃないかなと思いますしいわゆる映える写真を撮るっていう意味はもってこいのカメラではないかなと思います。で えー、あえて最後に回したんですけれども、えー、XPRO3 なんですけれども XPRO3 はとってもいいカメラだと思うんですが、えー、これねとってもいいカメラと思うか思わないかあ本当にね、えー、人によって全然違ってくると思います。えー、とちょっと XPRO3 を出してきましたけれどもおなんで大、えー、別されるかと好き嫌いが、えー、やっぱり、ね、ここだと思うんですね、えー。背面液晶が閉じられちゃってます えー、開ければこういうふうに出てくるんですけれども、えー、閉じられちゃってますんでこれはですねちょっとねどうなのかなっていうちょっと1年間、えー、これを使ってきて最近ちょっと思うんですけども要するにフジフィルムの意図としてここをファイメン液晶が閉じちゃってますから当然ファインダーでしか撮れないと要はあ言い方を変えるとファインダーで撮ることを強いられるカメラなんですね。で今ののデジタルカメラっていうのは ファインダーでも撮れるし背面液晶を見ながらこうやって撮ることもできると。まあ、これはね、あのー、人によってどっちで撮りたいかっていうのはあると思うんですけど、まあ、人によってというよりもシーンによって場面によってファインダーで撮りたい時とか、えー、背面液晶で、えー、撮りたい時、まあ、これは両方あると思うんですね。結、えー、僕も、まあ、ファインダー派っていえばファインダー派なんですが実際のところファインダーと背面液晶で撮るのと 比率はだ,いたいだと自分で思ってますということでこのカメラに関してはそれができない、まあ、できなくはないんですこうやって開けて撮れば、えー、背面液晶でも撮れるんですけども、えー、とってもですねこの辺は敷居が高いというかあ使い方をスポイルあえてスポイルしていますから、えー、人によってどうなのかなっていう気がします。えー、まあうん僕ははていうか俺はファインダーで しか撮らないんだって、もうこのねストイックなあ撮影方法がいいんだっていう方に関しては X プロ3があいいんじゃないかなと思いますね。とってもあのデザインもかっこいいですし独特っていうかユニークなね、えー、あのレンズ交換式のこんなレンジファインダーライクなカメラっていうのは他にはライカぐらいしかありませんので。 そういった意味からするとおすすめはできると思います。写りは XT4 なんかと同じです。ただ XT4 ともう一つ違うのは何でも撮れるカメラではないということですね。まあもちろん何でも撮ろう撮ろうとも撮れます。あの動きものだって撮れるし。 何でも撮れるんですけどこれでね例えば鳥居撮ろうとか鉄道を撮ろうとか、うん、とモータースポーツ撮ろうとか多分ね思わないでしょうね、まあ、撮ってる人の中にはおられると思いますけどもでもう一つ言うと、まあ、動画も性能的には撮れるんですけどもいかんせんこの閉じちゃってる背面液晶ですからこれで動画撮ろうと思っても、まあ、基本的に無理ですね物理的に、えー、動画もちょっとこれでは無理だと。 簡易的にるることはできるできしょうけども本格的なな動画は撮れない、まあ、本当に写真に特化していわゆる昔のフィルムカメラと同じようにデジタルカメラを扱いたいという方には X プロ3は向いてるとは思いますけども万人向けではないですねこのカメラはね。<laughs> ということでちょっと最後に回しました。 で大鳥なんですけども実はもう一つ、X e、というカメラがありますでこれもですね基本的にはファインダーがレンズの軸よりも左側についているいわゆるレンズファインダーっぽいカメラになってるんですけどもこれも、まあ、最初に1台選ぶとすれば XE4 なのかっていうと僕はねちょっと違うような気がしますね。 えっとこれもやっぱり人を選ぶというか使い方が自分の中で XE4 のようなカメラが欲しいんだもしくは XE4 が欲しいんだっていう方にはばっちりだと思うんですけどもえちょっと初めて例えばカメラを買うとかうんまあ1台だけフジフィルムのカメラを選ぶんだけど1台だけ自分はこのカメラが使いたいんだこれを,これを買うんだっていう。 こととこであればははちょっと当てはまらないいのかななっていう気がしますなぜかというと、まあ、とっても小型軽量で、えー、カバンにポンと入れておいていつでもどこでも持っていけるっていうあのスタイルってとってもいいと思うんですね。だけどお基本的にはやっぱりあれで何でも撮れるっていう、まあ、もちろんスペック的には何でも撮れるんですけど例えば大きなあ望遠ズームをつ,かつけて、えー、子供とかお孫さんとかあのね えー、連射で運動会を撮るとかあ飛行機撮るとかあそういうね、えー、ちょっと用途には使えないでしょうしまあおそらくただ例えば普段持っていてスナップショットを撮るとかあと、まあ、ポートレートを撮るとかあ旅行に持って行って風景撮るとか、まあ、そんな用途だったら。 全然問題ないといとうかむしろ小型軽量なのがプラスになると思うんですけどおそらくですねあのカメラは何かメインのカメラを持っていてサブ的に使うカメラじゃないかなと思いますしとってもあのカメラって XPRO3 と似たようなまあベクトルは違うんですけど似たような感じでやっぱり趣味性の高いカメラですから。 えあれ一台でえ何でもこなしちゃうっていうのはちょっとお難しいのかなっていう気がして大取りにしていますただですねえさっき言ったようにもう目的がきっちりしてる方にはあのカメラはとってもいいと思いますねその自分の目的に合致しているカメラが XE4 だともうそういうふうにピーンとこうね合ってる方に関しては XE4 はとってもいいと思います。 現に今でもまだ XE4 は3か月待ち状態みたいですねとってもなんか売れてるカメラでなんであのカメラがそんなに人気あるのかなっていう気がするんですけどまあかっこいいですしねあの2代目3代目のカメラとしてもとっても魅力的だと思いますしまあチルト式でねあれは180度回転してこっちが画面向けられますから自撮りとか場合によっては動画 あの撮影まあ自撮りの動画もね撮れるっていう,うちょっと X プロ3以上のその広さも持ってますんで、えー、そういった意味ではあニッチなんだけどおあんまり人万人向けではないんだけどおいいカメラだなと僕は思ってます、えー、値段が下がったりなんかキャッシュバックがあったらちょっと狙っ値段うかなというふうに思っているカメラの一つですはいということで、えー、いろいろまあ簡単にお話をしましたけれども。 富士フ,フィールムもいろんなカメラ出してますので、えー、自分に合ったカメラをこの中から選んでいただければなと思いますけどやっぱり、まあ、デザインだったり自分の使い勝手だったり使いやすさだったりあとやっぱり予算ですよね、えー、こういうことで、えー、自分に合ったカメラを選んでいただいて。 ぜひあのフジフィルムって本当にいい,いいカメラをいっぱい作ってるメーカーですので是非フジフィルムの魅力にはまっていただければなと思います。まあ一度ねあの実際に自分で、えー、店頭で、えー、触りながら場合によっては店員さんにいろいろ教えてもらいながら自分に合った1台を選んで、えー、楽しく写真を撮っていただければなと思います。はい、それでではは今日はこの辺で